何もしない幽霊。10年くらい前に田舎に帰った時、おじさんから聞いた話。過去、おじさんが麻雀にハマっている時期があった。いつもその時仕事をしていた友人4人と麻雀をしていたらしいです。もっぱら、ある一人が借りているアパートで打っていたようなんですけど、田舎なため、それぞれが車で数十分の距離にあるアパートだったらしい。4人のうち1人は海岸沿いを通る道を車を使って来ていたらしいんですけど、ある日いつものように友人のアパートに向かっていると、海岸に1人の女が立っている。そこは特に観光地というわけでもないので、夜中に人を見かけることは稀。こんな夜中に何やってるんだ?と思いつつも、友人の家に急いでいたので、気にせず通り過ぎて、いつものように麻雀を楽しんだらしい。その日は、もう夜も明ける頃、友人の家を出たのですが、来た道と同じ道を通って帰るわけで、海岸を通りかかった時、ふと海の方を見ると、来る時と同じ位置に同じ女の人が立っている。この時点ですでに5、6時間は経過している。さすがに何かが変だと感じて車を止めて女の人のところまで歩いていきました。どうかしたんですか?と声をかけても返事どころか微動だにしない。ならばと思って、女の人の前に移動して、顔を確認してみた。その目は、暗い海の彼方を見つめたまま、やはり微動だにすらしなかった。自分のことが見えていないような感じ。いくら話しかけても無視されるので、いい加減腹が立って、その場を立ち去った。そんなことがあった日から数日後、いつものように麻雀の誘いの電話が入って、友人の家に向かっていた。海岸沿いのあの道を通りかかった時、先日の女の人が同じ位置に立っています。またいるのか。と考えた程度で、前回無視されたこともあって、その時も素通りして、友人宅に向かっていつものように麻雀を楽しみました。空が明るくなり始めた頃に帰宅したのですが、やはりその女がいつもの場所にいます。無視して通り過ぎたのですが、なんだか妙に気になって、海岸まで戻ってきました。もしもし、何してるんですか?こんなところで一人でいると危ないですよ。いろいろと尋ねてみたんですけど、やはり無視されてしまいます。2回目ですから頭に血が昇っていたらしく、その女の人の肩を叩いてみようと、手を伸ばしたとき、叩こうとした手が女の人の肩を通り抜けてしまったんです。びっくりしてその場を猛ダッシュで逃げたことは言うまでもありません。それから友人の家に遊びに行くのに夜その道を通るときは必ずその女の人が立っているようになりました。その友人は
怖いもの見たさもあり、その幽霊をよく観察するようになった。幽霊は足がないってよく言うよな。いや、しっかり二本の足がある。肌も人間のようだ。よく見ると、産毛まである。なんだかんだで、興味は観察から気づかせるに変わって、あの手この手で、その幽霊を動かそうとしてみたらしい。幽霊に殴りかかってみたり、棒を振り回してみたり、目の前で変な顔をして笑わそうとしてみたり、ありとあらゆる手を考えて実行してみたが、やはりその幽霊の目は、虚空、海の先を見つめたまま、体も微動だにしない。そんな日が何日か続いて、いい加減、もう飽きてきて、やめようかなと思い、何気なしに幽霊の顔を覗き込んだその時、虚空を見つめていた目が、不意にその友人を、キロッと見て、目が合ってしまった。これはまずい、と直感で思い、その場を速攻で逃げ帰ったそうです。そんなことがあった数日後、いつものように麻雀の誘いがあり、なんだか嫌だな、とは思いつつも、その後どうなったのかが気になって、海岸沿いの道を通って、友人の家に行くことになりました。海岸に差し掛かった時、例の幽霊の姿が見えません。いなくなったのか、とちょっと安心して、その日はいつものように麻雀を楽しんで帰宅しました。さて寝るかな、と布団に潜り込んでうとうとしていると、人の気配がします。ちなみにその人は一人暮らしで同居人はいません。まさか。人の気配がする方を見てみると、海岸にいた幽霊が部屋の中にいます。そしてその目は自分のことをじーっと見つめています。連れてきてしまった、と恐怖で動けなくなり、その日は布団をかぶって朝まで震えていたそうです。朝になって布団の隙間から幽霊が立っていた位置を見ると、もうその姿は見えません。助かった。そう思ったのもつかの間。その日から毎晩、その人の部屋に姿を現すようになってしまいました。最初は恐怖でひたすら震えていたのですが、何せ眠れないために寝不足になってしまって、幽霊を海岸で見つけた時に取った行動からわかるように、恐怖というものから、部屋から追い出すに気持ちが変わっていきました。しかし、海岸でも何もできなかったことから、今回も何をやっても変化がありません。変化があったといえば、幽霊が立っている位置が、その人の布団に徐々に近くなってきていることくらいです。ついに立っている位置が、その人の枕元になった時点で、無視して生活をすることに決めました。実際友人に説明しても友人には見えず、また寝ている時常に幽霊に見下ろされている状態を除けば特に実害がないわけですから。そんな状態が数ヶ月続いてある日、その人は遠方に出張で一ヶ月ほど家を出ることになりました。出張先ではその幽霊も出ず、久しぶりに解放されたような感じがして、
仕事に勤しんでいたんですが、出張もはや2週間が経とうとしたある夜、出てしまいました。その幽霊が出張先までついてきてしまったんです。また逆戻りか。そう思ったんですけど、やはり無視して普通に生活をしていました。出張も終わって地元に帰ってきて数週間ほど経ったある日、友人数人と待ち合わせをして遊びに行くことになりました。待ち合わせ場所に向かって、すでに到着していた友人に、お待たせと挨拶をしたんですけど、妙に友人の態度がよそよそしい。どうかしたのかと聞いたら、後ろの女の人、誰？との返答が。まさかと思って、頭だけ回して後ろを見てみると、例の幽霊が立っています。そう、ついに昼間までその姿が見えるようになってしまったんです。これはもうダメだと観念して、その友人に事情を説明したところ、お払いをした方がいいのではないかということになって、お払いをしてもらったら、その幽霊、今度こそ本当に出てこなくなったそうです。8週目。俺には幼馴染みの女の子がいた。家も近くて親同士の仲も良く、俺とその子も同い年ということもあって小さい頃から一緒に遊んでた。まあ大体そういう関係というのは、年を取るにつれて男の方が恥ずかしくなって疎遠になっていくものだけど、例に漏れず俺もそうだった。小学校の高学年ぐらいになると、道ですれ違っても、よう、やあ、くらいのあっさりとした関係になっていた。そして中学2年の夏休み、その子が突然うちに来た。トウモロコシを持って、多分向こうの親にうちに届けるようにと頼まれたんだろう。俺はそう思ったし、向こうもそんな雰囲気だった。あいにくその時はうちの親は外出をしていて、俺一人だった。トウモロコシもらって、はいさようならっていうのもなんだかな、と子供ながらに気を利かせて、上がってく？と彼女を家に入れた。麦茶を出して、まあ当たり障りのない会話をした。担任がどうとか、夏休みの宿題が終わらないとか、だんだん打ち解けた雰囲気になってきた時、彼女が不意に、今度〇〇神社に行かない？と言い出した。〇〇神社というのは、うちから自転車で10分くらいのところにあって、周りが木々で囲まれていて、昼でも薄暗い。用がなければ、あまり入りたくないところだった。当然俺は、なんで？みたいな感じで聞き返した。そうしたら彼女は、怖いんでしょ？と、ちょっと馬鹿にしたような顔で笑いながら俺を見てきた。そうなってくると、そんなことはない的なノリになって、まあ結果的に彼女の術中にはまってしまったわけで、さすがに夜は怖いんで、なんとか理由をつけて次の日の昼間に行くことにした。そして当日、現地集合ということで、俺が神社に着くと、彼女はもう着いていて、俺を待っていた。
真っ白いワンピースと真っ白い帽子。普段絶対しないような格好で、恨めしそうに石段に座っていた。遅い。昨日とは打って変わって、フレンドリーな第一声をもらいつつ、神社の前まで二人で行く。石段を登る途中、彼女は俺にいきなり、〇〇くんは、霊って信じる？そう聞いてきた。普段しないような格好で、人気のない神社に誘われ、多少なりとも別のことを想像していた俺は、安心半分、がっかり半分。幼馴染とはいえ、目が大きくて、ちょっと釣り目で、猫みたいな感じの可愛い子だったからちょっとがっかり。そんな気持ちで、信じるわけないじゃん、と即答。じゃあ、今日で信じるようになるかもよ、と、とんでもないことを言い出す彼女。私、霊とかそういうのが好きなんだ。おいおい、何言ってるんですか？今日は霊に会いやすいように、白ばっか着てきたんだ。普段しないような格好は、そういうことですか。唖然としながら、とうとう神社に到着。快晴だったらまたしも、ご丁寧に石段を登り出したあたりから曇り出して、嫌な暗さの神社一帯。じゃあ、始めようか。大きな目を、さらに大きく開いて彼女が笑う。彼女が言うには、神社の周りを二人が取り囲むように走って回る。二人の合流地点で、すれ違いざまに霊が見える。そんな噂があるらしくて、実験の相手を探していたのだと。一周くらいだと、見えるかどうか微妙らしいんだけど。八周回ると、二人とも連れて行かれちゃうんだって。とはいえ、男と女、幼馴染、同い年、断れない条件は揃っている。引いたら負けだ、という心理には勝てず、結局やることに。神社の入り口を出発点に、互いに時計、半時計回り。ちょうど神社の裏に松の木が生えていて、その辺が合流地点となる。行くよ。よーいどん。なんでそんなに明るいの？内心半べそ状態で走り出す。神社の脇を抜けて、松の木へ。反対側から彼女が走ってくる。手を振っているし笑ってる。周りには何も見えない。霊の姿なんかどこにも見えない。彼女とすれ違いざま、全然見えないという声だけが聞こえた。一周目は問題なく終了。そのまま二周目、三周目に突入。一周目で何も見えなかったこともあって、俺も心に余裕ができ、向かってくる彼女に手を振ったり、いねえじゃん、見えねえじゃん、と笑いながら叫んだりしていた。対照的に彼女は、二周目、三周目と数を重ねるごとに笑顔が消えて、すれ違う時も無言になっていた。この分だと、八周したって問題ないな。そう思いながら迎えた七周目。彼女が俺とすれ違う瞬間、強烈なラリアットを俺にかました。不意の急襲に喉をやられ、悶絶する俺。彼女は苦しむ俺の手を強引に引っ張って、
早く、と神社から逃げるように走り出した。わけもわからず一緒に走る俺。石段を降りて、止めた自転車もそのままにして、さらに走る。神社が見えなくなったあたりで、彼女はようやく足を止めた。喉の痛みと、走った後の息切れが収まって、ようやく俺は彼女に文句を言った。なんでラリアットするの？彼女が答える。見えてなかったの？え、何が？別に何も見えなかったけど。そう答える俺。彼女は首を振りながら、〇〇くんの後ろ、二周目あたりから手とか顔とかが追いかけてきていたの。だんだん数が増えていって、七周目には〇〇くんに絡みついていた。〇〇くんがそんなんだったから、八周目はやめておこうと思って。え、じゃあ、もし八周してたら、俺がつぶやくと同時に、俺の背後から小さく、畜生。うめくような声がはっきりと聞こえた。その声を聞いたかどうだか、彼女は。私はともかく、〇〇くんはやばかったね。家に帰ったら背中を見てみな、と笑った。彼女に言われるまでもなく、帰った途端、あんた、どうしたのその背中、と母親に言われた。どうしたもこうしたも、シャツには手形がびっしりと。その一件以来、彼女にはいろいろと協力をさせられている。青い足。自分の親父の実家は、よく言えば自然に囲まれた農村で、悪く言えばど田舎。マムシは出るわ、見たことはないが、クマは出るわで。夏休みに遊びに行くときは、いろいろな意味で自然というものを教えてもらった。今から話すのは、自分が小学校3年生の夏休みの出来事。お盆の時期、祖父母の家に家族で一週間ほど過ごしに行った。自分は年上のいとこ、年齢順に A、B とします。その二人と朝から日が暮れるまで遊び回って、帰る日が近づく頃には真っ黒に日焼けをするくらい遊びまくった。そして、帰る前日になると、死ぬほど遊びまくったはずなのに、まだまだ遊び足りない自分は、A と B に、帰る前にもっと楽しいところはないか、と話しかけた。そして A の提案で、第二の秘密基地というところに行くことになった。第二の秘密基地というのは、山に少し入ったところにある某宗教団体が建てたらしい建物で、敷地を囲む金網があるが、入り口の扉の鎖が緩んでいて、子供だったら入ることができる状態だった。人気がなく荒れ放題で、ボロボロの金網に囲まれた敷地内は雑草に覆われており、駐車場や通路はアスファルト舗装されてはいるが、ほとんど落ち葉で路面は見えない。平屋、コンクリ造りの建物は、ところどころ白い塗装が剥げ落ちていて、ドアや窓は
雨戸で締め切られていて、その一つ一つに南京錠がかかっていた。A たちが出入りをしている建物の入り口は、倒木で戸板が割れている裏口。A たちの後について行ってみると、中はすぐ集会場のような小さな部屋になっていて、山の形に取り付けられた天窓があり、そこから入る明かりで中は明るかった。部屋には横長の祭壇と変な形をした御神体らしきものがあり、自分はアホな子供らしく、それを見てゲラゲラ笑っていた。あとは御神体を振り回す、投げる、石投げの的にする、など、罰当たりなことをしたり、建物の中を探検したりと、いろいろと遊んだんだが、いい加減日も傾いてきて暗くなってきたので、帰ろうかということになった。入った時と一緒で、A を先頭に建物から出た時、A が突然、舌を向け、絶対に顔を上げるな、と怒鳴った。なんだ？と思ったが、言われるまま、A の足元を見ながら、建物の敷地を抜けようとすると、途中で誰かとすれ違った。そいつを一言で表現すると、青。自分は、そいつの足しか見ていないが、老人の裸足で、色が不自然な青の濃淡だけで見えている。昔は500円札みたいだなと思ったけど、今なら千円札の野口英世があの色合いのまま立っている感じだった。自分は、そんな奴が近くに立っていると思ったら、恐ろしくなってきて、できるだけ A や B にくっついて歩いた。A は、〇〇さん、助けてください、みたいなことを呪文のように繰り返し続けている。自分と B は半べそで、兄貴にくっついている感じで、もうひたすらここから出たいだけだった。三人で早歩きになりながら、敷地の出入り口に向かうアスファルトの道路に出た。自分は出口が近いと思ったら走り出したくなって、少し顔を上げたら、後ろ姿の A に、あと二人いる、頭を下げろ、と怒鳴られてしまった。こちらを見ないで自分が顔を上げたことに気がついた A に驚いたが、 A の声の感じがいつもと全く違うことと、言った内容にビビってすぐ下を向いた。しばらく歩くと金網が揺すられる音がして、 A が出入り口の隙間から出ようとしているようだった。見える A の足が尋常じゃないくらい震えている。A が外に出た後で、まだ敷地の中で下を向いている B と自分に差し出す手も震えていたが、その理由はすぐわかった。確かに二人目がいた。自分は足をちらっと見ただけだったが、さっきの老人の足とは違う若い女性の足で、くるぶしあたりが縦に数センチ裂けている感じに見えたが、皮膚も裂けて見えている肉も青かった。A はまださっきの祈りみたいなものを続けている。祈る声が
時々上ずったりして、精神的にきつそうだったが、年下の二人を連れていることもあって、頑張っていたんだと思う。自分と B は A にすがるような気持ちで、A の後ろを並んで、その手を掴んで進むしかなかった。山道を降りるときも、A は祈りを繰り返し、時々自分たちに、あと一人いるはずだから、下を向いていろ、みたいなことを言っていた。もうすぐ山道を抜けるところまで来たとき、自分は安心感から頭を少し上げて前を見たが、道の先に誰も立っていないことに本気で安心をした。でも、やはり甘かった。最後の一人は、進む先の路上から4メートルくらいの高さに、時々ぶれながら浮かんでいて、今では見ないような、ゆった髪型の着物を着た青い女が、半笑いでこちらを凝視していた。自分は怖さのあまり、A にしがみついて、A は自分がそれを見たのがすぐわかったようで、自分を抱えるように歩いてくれた。そして、日が落ちた頃、やっと祖父の家に着いた。出迎えた祖父は、怪我でもしたのかと心配して聞いてきたが、A がそれを見たことと、ちゃんとお祈りをしながら帰ってきたことを話すと、家中が大騒ぎになったのを覚えている。祖父と親父は慌てて供え物を持ってどこかに出かけ、後から来た叔父も、親父たちの後を追って出かけていった。祖母や母、叔母は祖父の家に残ったが、叔母は大泣きで、A に付きっきりだった。自分と B は、怒ったことがよくわからなかった。だが、A が夜になると熱を出し始め、A が死んじゃうんじゃないかと心配になって横で泣いていたが、祖母に他の部屋に移されて寝かされた。次の朝、祖父母の家から全員で少し山を登ったところにあるお墓に手を合わせに行くことになった。熱が下がってきた A も、叔父に背負われていた。誰の墓かはよくわからなかったが、墓は古く、少し大きめの石を土台に据えた感じのものだったと覚えている。自分の家系の氏神か何かかもしれないが、社とかはなかったから、ただの墓かもしれない。あとは帰っただけなんで、この話は終わりです。後日談としては、祖父の葬式の時、久しぶりに A に会って話をしましたが、その時の話をすると、俺が奴らにやられていたら、行かれてお前たちを殺していたから、気持ちで負けないように必死だったよ。お前は分家だから取り憑かれないけど、B が見ていたらやばかったかもな。そんなことを言っていました。うちの家系って、祟られているのかな、と思って少し怖かったかな。祈り。もうとっぷりと日が暮れた山の中の道を、娘は足早に歩いていた。
親類宅への使いで隣村まで行ったものの、つい話が弾んでしまって帰りが遅くなってしまった。提灯を持たせてもらったので足元に不自由することはなかったが、黒々とした山の夜空が、風に揺れる木々のざわめきが、娘の歩みを一歩、また一歩と早めた。娘が野原へと続く道に差し掛かったとき、奥に高校と燃え盛る火が見えた。狐火？娘の足が止まったが、山火事かもしれないという思いが、再び足を前に出した。何よりも背後から迫る闇が、ここに留まることも、引き返すことも許さなかった。茅が生い茂る野原。そこに火はなかった。娘は、確かに見えたはずの火が消えたことに首をかしげるよりも、火事ではなかったことに安堵して、その胸を撫で下ろした。娘は再び家路に着こうとした。しかし、背後のうめき声がそれを制した。娘が振り返ると、地べたを転げ回る灼熱の炎。声はその炎の中からひねり出されていた。転げる炎の輪の中心から、黒焦げの人影が何やら必死で訴えている。あたりには煙の匂いが漂う。娘は呆然として、煉獄の炎に身を焦がしていたが、影が炎の中から炭のような手を伸ばした瞬間、その熱さではっと我を取り戻して、必死の思いで、家へと逃げ帰った。お前も見たのか。とっくりを傾けながら、娘の話を耳にしていた父は、そう言って口を開いた。何でも父親も、子供の時、転げ回る火を目にしたことがあるという。多分あれは、ここで処刑された人の、無念の姿なのだろう。父は手にした杯を置いて話を続ける。かつてこの地には南蛮より伝わった教えにその身を捧げ心を委ねた人たちがいた。時の為政者はそれを厳しく禁じた。多くの者が教えを捨てたが、中にはその身と心を異国の神に預けたまま処刑されてしまった人たちもいた。その方法は縄で体を縛り、蓑を着せ、そこに火をつけるという残忍なものだった。激しく燃え盛る蓑が地面を右へ左へと転げ回って、阿鼻叫喚の地獄絵図のようであったと今に伝わっている。処刑された人は神の国にも地獄にも行けず、今もこの現世に囚われているのかもしれない。そう言って娘の父は杯の酒をくいっと飲み干した。翌日娘は再び野原へと赴いた。そして、水と花を添え、慣れぬ作法で祈りを捧げた。娘の鎮魂の祈りは、今も続いている。ある年老いた女が、この山に花を手向けているのは、そのような理由からだった。罰当たり。もう10年くらい前の実話。高校を卒業してフリーター1年目。
俺は問題を起こしすぎて、同じ市内なのに、両親が俺のためにアパートを借りて、無理やり追い出されていた。問題児は、群れるのが法則で、俺の周りもみんなフリーター。いわゆる、荒れた奴らだ。髪の色もピンク、金、青、と、みんなカラフル。まあ、バンドマンが多かったせいもあるけどね。で、当時18歳で、免許を取り立てだったバカがやる行動なんて限られている。田舎だしね。毎日酒飲んで、車でナンパか、心霊スポット巡りか、カラオケ。だけど、そんなに悪い感じではなくて、人に迷惑をかけることとか、明らかな犯罪とかはしなかった。でもその日は状況が違った。その時俺は三人の仲間でつるんでいたんだけど、A と B と俺。三人ともバイト先で女、それも人妻に手を出したり、店長を殴ったり、お客と喧嘩したりと、問題を起こして全員無職。あ、俺だけは実家がまあまあ裕福だったから余裕があって。その日も銀行からおろしたての仕送りの中から、千円を A に貸してあげた。その日っていうのが、すごく晴れて気持ちのいい8月の夜。山あいだから湿気もないし、風もほとんどなくて、夜遊び日和だったのは覚えてる。三人で心霊スポットで有名な、車で30分くらいの寂れた神社に行ったんだ。鳥居の前に車を乗りつけて、そこは毎晩夜中に牛の刻参りが行われているとか、気が狂った奴がそこで誰の子かわからない子供を産み落としてその場で死んでしまったとか、昔処刑場だったとか、いろんな噂がありすぎて、全部疑わしかったけど、行ってみると、謎の染みのついた鳥居とか、何十年も前から使っているであろう賽銭箱とか、ミイラにしか見えない木造の御神体とか、もう雰囲気が怖すぎて、噂は全部本当なんじゃないかって思えるみたいな場所だった。そんな場所に男が三人。午前三時。虫の声、鳥の声、木々のざわめき、闇、月夜に浮かぶ鳥居。怖い。怖いんだけど、まあ、県内の心霊スポットに行きまくっていた俺たちは、五分もしたらその雰囲気にも慣れて、調子に乗り始めてしまった。で、全体を散策していたんだけど、賽銭箱を見ていた A がこう言ったんだ。これ、鍵壊せないかって。俺と B が賽銭箱の後ろを見てみたら、普通の引き出しっぽくなっていて、簡単な南京錠がついていただけなの。百均で買ったような南京錠が5年くらい風雨にさらされた感じ。普段はこういうところに来ても賽銭泥棒なんてしないけど、その時は全員無職プラス貯金なしだから、悪い考えが起きてしまって三人で顔を見合わせた。酒の勢いもあってやろうぜってなって、俺と B が賽銭箱の表を、いつも見ている方の縁を掴んで、A は裏の南京錠だけを掴んで、せーので綱引き。
バキ。乾いた音がして、俺と B は吹っ飛んだ。見てみると鍵ではなくて、留め金と賽銭箱の木の部分の繋がっている部分が割れていた。いくら入ってるかな。久しぶりにお姉ちゃんがいる店に行きてえな。なんてバカなことを言いながら、三人で引き出しを見てみると、くしゃくしゃの千円札が一枚と小銭が五枚くらい。これしかねえのかよ。少な、しょぼいな、おい。いや、逆に千円入ってたのがすごいよ。誰が入れるんだ？こんなボロいところに。なんて言いながら、みんなで賽銭箱に唾を吐いたりしてた。そして A が。まあ、しょうがねえわ。これで牛丼でも食おうぜ。なんて言って、そのお金を財布に入れた。その時、それまで風一つない夏の終わりの爽やかな雰囲気だったのに、突然ゴーって感じの突風が吹いたんだ。神社って周りが林みたいになってることが多いでしょ？そこもそうだったんだけど、その木が全部バサバサバサって揺れて、カラスみたいなのが一斉に飛び立ったんだ。三人ともビクってなって、お互いの顔を見合わせていたんだけど、もう目ぼしいもんもないし、帰るかって感じで帰ることになった。そこからおかしい。まずエンジンがかからない。三分くらいしてやっとかかったんだけど、かかるまでの間、車内の温度がおかしいんだ。暑い。それも、全員暑い場所が違う。運転席の A は、左の方がすごく暑い。助手席の B は、右の方がすごく暑い。助手席の後ろの席に座っていた俺は、右の方と、前の座席の肩の部分に乗せている右手の肘から先が熱かった。最初は虫にでも食われたのかなって思ったんだけど、車で走り出してからその熱さがどんどんひどくなって、しまいには痛くなっていた。で、俺と B は、痛い、痛い、とか、かゆいとか言っていたんだけど、5分くらい走ったところで、俺と B の熱さが急に消えた。あれって感じで、俺と B は顔を見合わせ、気のせいだったかなとか言っていたんだけど、その時突然 A が、痛いって言い出して、俺と B が、どこが？とか、間抜けな声で聞きながら、A の方を見た。そうしたら、運転をしていて、こっちをチラッとしか見れない、A の左側の方に、真っ赤な、手形が浮かび上がっていたんだ。思いっきりビンタをすると、手形が残るでしょ？あれのひどい感じ。俺と B はもうドン引きしちゃって。お前それ、みたいな感じで。狭い車内で、なるべく A から離れる感じで、震えてしまっていたんだ。A は運転しているから。痛い！てかお前ら、俺の顔の左側って、どうなってる？とか言いながら左目を閉じて、右目だけで運転してた。
B も俺も何も言うことができなくて、あわあわしていたら、A の左頬の手形の部分から血が滲み始めた。よく玉のような汗って言うけど、あれの血バージョン。マジホラーだよ。少し小さい手の形の血液。俺も B も錯乱して、車を止めろって言って減速しだしたと同時に B が飛び降りた。パニックになった俺も3秒くらいして時速10キロくらいの車から飛び降りた。足をくじいた。舗装されていない道だったからまだ良かったよ。10メートルくらい走って車は止まった。ハンドルを握ったまま A が振り向いた。運転席には A に絡みつくように肩くらいの髪の40代くらいの女がいた。女は A の顔の血の手形の形そのままに A の方に手を添えていた。その視線の先はずっと A だけだった。 A は泣きそうな表情のままこちらを向いたままなぜか車を発進させた。そのまま国道に出て A の車は消えた。俺と B はタクシーを拾ってファミレスまで行き、何回も A の携帯に電話をかけたが、ずっと通話中で繋がらなかった。次の日 A は、150キロ先の隣の県の高速道路で、中央分離帯にぶつかって死んでいたらしい。俺たちは葬式には呼ばれなかった。後から聞いた話だが、A は死ぬ前に弟に電話をかけていたらしい。内容は支離滅裂だが、女がアクセルを踏んでくる。撫でられると血が出てくる。最初女は後部座席の真ん中に座って身を乗り出していた。その後、自分だけが掴まれた。そんなことを言って、一方的に電話は切れたらしい。その後の警察の調査で、A の財布からは、俺が貸したピン札の千円札しか出てこなかった。オブラートには包んでいますが、間違いなく、すべて自分が経験した実話です。ライブハウスにて。最初に言っておくけど、俺には霊感なんてものは全くなかった。今回、初めて見たんだよ。俺は都内で仲間と趣味でバンド活動をしている。ただのコピ版なんだけど、別にお客さんを集めてお金を取ってっていう風じゃなくて、完全に自己満足でやっているコピ版。コピ版オンリーのイベントにしか出ないし。そんな感じで先月にも簡単なライブをやったんだけど、その時お客さんに混じって変なおばさんがいたんだ。黒いボサボサの黒髪で、顔色の悪い、目の下に大きなクマを作った、口をへの字に曲げた、不健康そうな、ちょっと小太りのおばさん。出番も終わった俺は、他のバンドを見ながらビールを飲んでいたんだけど、俺のそばにそのおばさんがいて、何か取り巻きと話をしている。
ちょっと耳を傾けていたら、こんな話だった。ライブハウスを立ち上げようとしていた旦那が、突然の病気で去年の冬亡くなった。志半ばで死んでしまった旦那の弔いとして、一周忌の追悼イベントを自分が開催する。バンドが好きだった彼のためになればいい。これを聞いて、なかなか真の強い人だな、と、俺は率直にそう思った。その時、何気なく上を見上げたんだ。ライブハウスって大体地下にあるから、天井には空調とか、いろんなパイプが剥き出しになっている場所が多いんだけど、その白くて太いパイプと細いパイプの隙間、今思い出してもゾッとするよ。そこに顔を見たんだ。黒くて無表情な、口を半開きにした。そんな、なんて言えばいいのかな。とにかく不気味な顔。ビールを落としてしまった。誰にも言えなかった。一瞬、演奏が始まった音に気を取られたら、もう消えていた。目を離したわけではなかったんだけど、すぐに錯覚だ。自分の思い込みだよ、そう思って気持ちを落ち着かせた。次の週末、バンドのメンバーの一人と会って酒を飲んでいた時のこと。ふとそいつの口から、会場にいたあのおばさんの話が出た。俺たちのようなハードロックのコピー版業界では結構有名な人だったらしく、バンドやライブが好きで、まだ高校生の娘と一緒にどこにでも顔を出しているらしい。しかし、この人にはちょっと問題があって、音楽が好きでライブハウスに来るのではなく、バンドマンとの親交を目当てに首を突っ込みに来るらしいのだ。バンドをやってる奴らからしたらさ、自分のバンドを盛り上げていきたい気持ちでいっぱいな奴だってたくさんいるわけで、お客さんを邪険に扱うことなんてできないんだよね。こういう人ばかりではないけど、そんな腰の低い人たちに自分の自慢、娘の自慢、とにかく自慢を垂れ流すことで有名なおばさん、ということだった。ところがそいつが言うには、話にはもう一つあって、それが俺が聞いた旦那のことだった。病気で死んだ、バンドが好きだった旦那。実はこれが全くの嘘っぱちで、どうも病気ではなくて、自殺をしたらしい。その自殺に至った経緯というのが、また凄まじかった。旦那が会社をリストラされて、退職金とバイトでなんとか食いつないでいた去年。そんな時期、おばさんのライブハウス周りは熱を増していってしまって、娘と毎日、車でライブハウスを行き来する生活。家に車は一台しかなく、それをおばさんが乗りっぱなしなんで、車が好きでドライブが趣味だった旦那は乗ることができなかった。家にお金はないのに、退職金を使って、ライブどころか打ち上げまで出てくるおばさん。朝まで飲み、昼前に帰り、夜まで寝て、またライブハウスに行く。慣れないバイト先での仕事、インスタントの食事、家にいない家族。旦那はどんどん心を病んでいった。そして、200キロも離れた場所での、どこぞのバンドのライブに参加するため、家を出ようとするおばさんを、旦那が引き止めたらしい。行かないでくれと。でもおばさんは、そんな旦那を振り払って、車を走らせ、
そのライブに参加したらしい。そして次の朝、おばさんと娘が帰ってくると、警察から連絡が入っていたとのこと。旦那さんが亡くなったと。なんでこんなに詳しく知っているかは、おばさん本人が数人に事実を喋ったのが流れてしまっているから。俺はそいつのこの話を、相槌を打ちながら聞いていたんだけど、もう本当に気が気じゃなかったよ。俺が見たあの顔、錯覚かもしれないけど、もしかしたら、あの旦那さんかもしれない。だって、おばさんの話を盗み聞きしている時に見たんだから。このおばさん、自分のホームページを持っていて、ご丁寧に、追悼ライブやりますって書いてある。愛とはなんだ、などと、説教臭いことも書いてある。この追悼ライブの出演者には、事実は何も聞かされていないらしい。ライブに行かないでくれ、と言って、死んでいった旦那。追悼ライブ？ふざけるな。このおばさんは、旦那の死すら、馬鹿騒ぎ、酒のネタに利用したいのか？人間じゃない。俺はパイプの間から見た顔よりも、このおばさんの方がよっぽど怖い。限りなく人間ではないけど、幽霊よりよっぽど怖い人間の話。聞いていただき、ありがとうございました。お守り袋。昔勤めていた会社であった話をここでしたいと思う。中華商家っていうサイズの会社で、社長はワンマン、上司はイエスマンばかり。おまけに社内いじめが横行していて、人間関係は良くなかったが、個人的には友人はいた。その友人は俺よりも少し上の30代で、ちょっと影がある渋い男前だった。飲みに行く仲になって聞いたんだが、社会人になりたての頃に長い付き合いの彼女を亡くしたそうだ。事故で亡くなった彼女とは婚約もしていたそうで、まだ結婚はしていなかったから、葬儀とか墓の手配は彼女の実家がした。遠方なんで墓参りにもあまり行っていないという友人は、彼女がくれたお守り袋を持ち歩いていた。神社とかでくれるような和風の布の小袋に紐がついたやつで、友人曰く、しんどい論文書きの最中に彼女がくれたと。これあげるね。真面目に一生懸命努力している人には、神様が守ってくれるんだよ。私にも役に立ったから、絶対に聞くよ。何の役に立ったのって聞いたら、〇〇くんと付き合えた、と笑顔で言われたと。切ない話かもしれないけど、そんな殊勝な女には全く縁がない俺は、正直に蹴っ飛ばして、のろけてんじゃねえぞと言って友人に爆笑された。で、俺たちが当時いた会社の雰囲気がとても悪かったのは、先に書いた通り。友人は特に直属の上司との仲が最悪だったせいで、周りから日々いびられていた。少し人見知りで、理論派の友人は、年中、ネクラのくせに気取っている。へりくつばかり言いやがって、と上司から怒鳴られ、同僚には陰口を叩かれて、嫌味を言われながら。職場は、
金を稼ぐ場所だ、と、勤めて真面目に相手をしないで暮らしていた。ある日俺が帰ろうとしたら、喫煙所で、友人と特に仲の悪かった連中に呼び止められた。ほら、見ろよこれ。見せられたのは、友人のお守りだった。マジ暗いよな。死んだ彼女のお守りってさ、女がいないからカッコつけてるだけだろ。おまけにさ、大爆笑だぜ。中、何が入ってたと思う？笑いながらそいつらは、袋を逆さにして振った。そいつらは、すでに一度見ているらしい。お守りの中身は、紙に包んだ小さな錆びた十字架のペンダントだった。露店とかシルバーアクセのショップで見るような人間型が貼り付けのポーズでついているやつ。お守り袋は寺か神社で売っていたやつっぽいから、俺もそれが意外で思わず動きが止まった。超ありがたみがないよな。案外その彼女にも馬鹿にされてたんじゃね、あいつ。その頃になって、俺はようやくムカムカしてきたんで。お前たちには関係ないだろ？つうかそれ、泥棒じゃねえか。返せよ、と手を出したが、そいつらは無視して、お守りと十字架を持ったまま、どこかに行ってしまった。友人は数日間へこんでいて、俺も何度か、いつまでカバンにあったか覚えていないか？と聞かれたんだが、結局、取り返すことができなかった後ろめたさで、友人にその話はしなかった。上司も他の同僚も、そんなことを聞ける仲じゃなかったから、友人はやがて諦めてしまったようだ。それから少しして、そのお守りを泥棒したグループの一人が入院をしてしまった。精神の方の病院だとか噂が流れていたが、詳細は知らない。さらに別の一人が、ヤクザ関係のトラブルにあった話が社内に流れて、その直後会社を辞めた。総務のやつは、事務処理が残っているのに、電話してもメールしても繋がらない。実家にかけたら、親が出て連絡できないって泣き疲れちまった、とこぼしていた。それどころか、会社自体の妙な情報が社内で流れ始めて、社員が浮き足立ってきた。乱れ飛ぶ噂は、取締役がメンヘラでやばいとか、取引先が血相を変えて、オタクとは縁を切らせてくれと言ってきたとか、なんだかシャレにならないものばかり。他社の出入りの営業を社に呼んだら現れなくて半泣きで電話をしてきて、頼むから外でお願いします、首が飛ぶって言われても怖くて入れません、と言われた。なんてものまであったとか。そして少しずつ、誰かが辞めていく頻度が上がっていた。そんな時友人に誘われ、飲みながら話をした。友人はすでに転職先を決めていた。お守り袋をなくした数日後に、亡くなった彼女が夢に出てきたそうだ。彼女は怒ってはいなくて、ただ、ごめんね、ごめんね、と、しきりに謝っていたそうだ。私には止められない。すごく怒ってる。あなたが出るまで待ってくれないかもしれないの。あの会社から早く出て。お願いだから。それまでは私が絶対に守るから。
泣きそうな顔で言った彼女の真剣な表情が、目覚めてからもはっきり意識に残っていて、友人は転職を考えたのだという。信じてはくれないかもしれないけど、俺はお前も辞めた方がいいと思う。あいつがあんな青い顔したのは、昔も見たことない。この会社、本当にヤバいんだと思う。真顔で言われて、俺は半信半疑だった。二日くらいして、今度は泥棒グループの一人に呼ばれた。ボソボソした調子で、俺に助けてくれと言ったそいつの顔は、妙にやつれていた。あの守り袋はやばいって分かっていたのに、深く考えずに手を出しちゃって後悔してるんだ。あの日から嫌な気配がしてる。それが今は会社にずっといる。俺実行犯だからさ、多分辞めても追っかけてくる。あいつに謝りたいんだ。詳しく聞いてみたら、そいつは少し霊感があって、あの日からものすごくやばい気配を感じるのだという。一度だけまともに見たんだ。中年の女、外人だった。ただの霊じゃないと思った。本当に怖かったんだ。頼むよ、助けてくれよ。頭を下げられ、とりあえず話してみてやる。とは言ったが、よく考えてみると変だと思った。友人の彼女の実家は、遠いけど日本国内だったから。すでに転職をしていた友人に連絡を取って、それとなく聞いてみたが、彼女も、その両親も日本人だったとのこと。しかも考えたら、20代で亡くなった彼女が、中年の幽霊になるのも変だ。同級生だった友人がまだ中年になっていないのに。あの野郎、嫌がらせの上乗せか?とアホらしくなって放置をしていたら、一週間ほどしてそいつが本気で追い詰められた目で蒼白になって土下座で泣きついてきた。頼むよ、俺は本当に殺されてしまう。その上、死んだら地獄に落ちる。あたりもはばからずにそう言われて、ドン引きをしつつも友人に連絡して、事情を話した。友人からの折り返し連絡を待っていた数日間に、泥棒グループの別のもう一人が、いろいろとありえないような危険な目に遭ったこと。大怪我をして、神社や寺やら、霊能者やらを訪ねた挙句、外国の中年の女性が見えるね。黒人の女性です。これは私には払えません。などと言われたことを、相談野郎からまじ泣きで聞かされた。その後友人が連絡をくれて、俺と友人と相談男は、三人揃って、死んだ友人の彼女の父親に面会して話を聞いた。娘があなたに渡したお守りですけど、中身はおそらく、キリスト教にゆかりのものではないでしょうか。あれは娘が幼い頃、とても仲が良かった近所のおばさんからもらったものなんですよ。アフリカから来た黒人の女性で、ご主人は日本人でした。うちは妻が少しフランス語を話せるので、彼女は時々うちに来ていました。彼女は日本で仏教系の宗教に入っていました。ご主人のご一家がその宗教の信者で、入信しなければ結婚を許さない、そう言われたらしいんですよ。その彼女が病気になって、亡くなる前に
娘にお守り袋をくれました。娘は私に、おばちゃんがね、これを大事に持って、天のお父さんにお祈りをして、真面目に一生懸命頑張って暮らしなさいって。そうしたら、天にいらっしゃる、たった一人の本当の神様が守ってくださいますよって言ってたよ。パパ、天のお父さんって誰？パパとは別の人？と言いました。ご夫婦の宗教の教義とは合わない言葉だったんで、私はその時、彼女はクリスチャンだったのではないか、そう気がついたんです。娘にくれたお守りは仏教系の宗教のものでしたが、中に重たいものが入っているように膨らんでいましたし、ひょっとしたら、という気がしていました。私は特に宗教はないんです。ただ彼女が娘を本当にとても可愛がってくれて、娘も彼女を大好きなおばちゃんだと言っていましたから、持たせておきました。帰り道で泥棒グループの相談男が、結婚するために邪教に改宗したんだな。それでもロザリオが捨てられないくらいのクリスチャンだったんなら、随分苦しんだんだろうな、と言った。友人は後ろめたそうな暗い顔で、悪いけど俺にはどうしようもないよ、と言った。あいつのことあれから何回か夢で見たんだけどさ、いつも、すごく怒っていて止めることができない。ごめんなさい。あなただけしか私は守れないって言うんだ。俺は何も言うことがなくて黙っていた。相談男はその次の日、遺体で見つかった。何かの薬の飲みすぎで眠ったまま亡くなってしまったらしい。と聞いて、俺は内心、割と安らかでよかったな、とか思ってしまった。その後すぐ、俺も会社を辞めて、なんとか次の勤め先を見つけた。元いた会社は、見事に借金漬けになって、倒産してしまった。最後の方には、辞めたり、ノイローゼで入院したりがゾロゾロ出て、ひどいありさまだったらしい。事故死や自殺者も複数出ていたそうだ。俺の完全な想像なんだけど、少しでも霊感がある奴は、お守り事件の後、全力で転職先を探していたんじゃないかなって気がする。全く見えない奴ばかりが被害を受けたのかと思うと、なんだか理不尽な気もしている。友人はその後でクリスチャンになって教会に行くようになった。思い出すとさ、聖書読んだり、結婚式をカトリック式でやれないかって言っていたり、彼女なんかこだわりがあったみたいだから。洗礼を受けるところまでは気が進まないって迷っていたんだけど、ちゃんと式を挙げることができたらこうしていたと思う。だから、そのアフリカの人の分も、静かに眠れるようにと祈っておくよ。正直俺には、キリスト教も何も、宗教のことはわからない。そのアフリカ人の女性がたたったのだとして、正直何がそんなに気に障ったのかもわからない。ただ宗教に関係することというか、どんな宗教でも怖いのは、そこまで神様に執着してしまう本当の信者の執念なんじゃないかとなんとなく思った。後日談。あの話の後、しばらくして友人に会ったら、服の下にロザリオをつけていて見せてくれた。泥棒グループが友人の守り袋から出して俺に見せてきたのとそっくりな大きさで、そっくりな
色ツヤのやつを。それ買ったのか?と聞くと、同じ教会に行っている信者の人が譲ってくれたという。黒人の女の人じゃねえよな、と聞くと、呆れ顔で、そんなわけないだろって。そうだよな。十字架に張り付いている人型が同じ形に見えるのも、くすみ具合までが見覚えがあるのも気のせいだよな。泥棒グループのやつが俺の目の前に突きつけて見せた時に見たのと同じところに傷だか錆だかがあるように見えるのも気のせいなんだよな。そう思うことにした。偶然に回り回って友人の手になんて可能性もあってもいいかもしれないけど、思い返すと前の話で書いた泥棒グループの相談男が本気で怯えていたのに、現物返却しなくて探しもしなかったのは、どうもなくしたとかではなくて、泥棒グループが壊したんじゃないかって雰囲気なんで、正直ビビってたんだ。で、ある意味もっと怖かったのは、ちらりと視線を下げたら、友人のカバンに見慣れたお守り袋が、さりげなく下がっていたこと。何度も見たのと同じ袋で、結構長いこと下げていそうな年季の入った袋が。これは突っ込まないでスルーをした。というか突っ込めなかった。ああ、目が覚めたらついていたんだよ、とか言われたら本気で嫌だと思ったんで。旧友。去年の秋口、ふとしたことから大学時代の友人の H がサイトを立ち上げていることを知った。H とは親友と呼べるほどの仲ではなかったが、バイクという共通の趣味があったんで、時々ツーリングに行ったりはしていた。そのサイトは、自分の趣味の話や日記らしきものがコンテンツのよくあるサイトだったが、未だに楽しそうにバイクに乗っている H の笑顔を見ているうちに、昔話がしたくなって、挨拶代わりにメールを送ってみた。H からの返信はすぐに届いた。大学に残った H は研究を続け、現在は実家のある N 県の別の大学で助手をやっているとのこと。研究職をしている私とはかなり近い分野の仕事をしていたこともあって、10年近く音信不通だったにもかかわらず、すぐ打ち解けることができた。週末や連休にメールをやり取りして、3ヶ月ほどした頃、H からこんなメールが届いた。ところで、M 富士食堂って覚えてるか?実は先週末に S 市まで日帰りで遊びに行ってきたんだけど、おばさんまだ頑張っていたぞ。懐かしのカツ丼大盛りを食ってきた。おばさんも味も昔のままで、食ってるうちに涙が出てきた。おばさんもポロポロ涙をこぼして喜んでくれていた。お前の話もしたんだけど、おばさんお前のこともよく覚えていた。今度は K さん、私のこと。K さんも一緒に来てくださいね、とぎゅっと手を握られたよ。暖かくなったらさ、一緒にカツ丼を食いに行こうぜ。M 富士食堂というのは、私たちが通っていた大学の近くにあった。学生御用達の店で、H と私はそこの常連だった。私が卒業する少し前に、M 富士のおじさんが事故で亡くなってしまったのだが、
おばさん一人で店を続けていたらしいことは、別の知り合いからも聞いていた。そんな出来事や H の影響もあって、もう一度バイクに乗りたくなっていた私は、週末、手頃な中古を探しに出かけたりするようになっていた。だが、そのメールを最後に、H からの連絡はぶっつり途絶えた。私も仕事が忙しかったこともあり、H もそうなんだろうと思った私は、バイクのことも、おばさんのこともしばらく忘れていた。ところが、一ヶ月経ち、二ヶ月が経っても、H からの連絡は途絶えたままだった。三日に一度は更新されていた彼のサイトも更新されていないようだ。気になった私は、休みの日に彼の家に電話をかけてみた。電話に出たのは、H ではなく、初老の女性だった。私は、大学時代の友人であることを告げて、名前を名乗った。その女性は、H の母親だった。H は、先月亡くなりました。低い声で、そう告げられた私は、びっくりしながらもお悔やみの言葉を述べて、お線香をあげに行かせてもらえるようにと申し出た。次の休みに私は N 県にある H の実家を訪ねた。H の両親は息子を失ったショックからまだ立ち直れない様子だった。仏壇に手を合わせた後、私は言葉を選び、H の両親に、彼がなぜ亡くなったのかを尋ねてみた。母親は黙ってじっと下を向いていたが、しばらくすると、隣に座っていた父親が初めて口を開いた。H は、自殺しました。母親はハンカチで顔を覆いながら、あの子が自殺なんかするはずはないのよ。するはずはない。と何度も繰り返していた。父親は何か思い当たるようなことはないかと私に尋ねた。何も思いつかずに黙っていた私に、父親はこう続けた。なんで S 市議なんか行ったのかな。最後に昔のことを思い出していたのかな。頭がぼーっとしてきた私は、両親に暇を告げると H の家を出た。何か、ざわざわと引っかかるものを感じていた私は、そのまま車で S 市まで向かった。S 市に着いた頃には、もうあたりは暗くなりかけていた。私は街並みを懐かしむ暇もなく、当時住んでいたアパートに向かった。アパートも周りの建物も、何一つ変わっていなかった。同じブロックの裏手にあった H のアパートもそのままだった。しばらくあたりを歩いた私は、一軒の家の前に立った。その家は、普通の民家の一階部分を改築してお店にしていた。M 富士食堂も全く昔のままだった。だが、今は人が住んでいるような様子がない。私がしばらく食堂の前に立っていると、蓮向かいの家から中年の女性が出てきたので、近づいて挨拶をした。女性は怪訝そうな顔をしていたが、
大学時代にこの辺りに住んでいたものだと言うと、少し安心してくれたようだ。こんな時間にあんなところに突っ立っているから、また野獣馬だと思ったわよ。え？ああ、あんた知らないんだね。先月その家で、男の人が首を吊っていたんだよ。なんでまた空き家に入り込んで首を吊ったんだかは知らないけど、一年前のちょうど同じ日に、あそこのおばさんも首を吊って亡くなってるからね。きっと引っ張られたんじゃないかって近所で噂になったのよ。おばさんはその後もまだ何か話していたようだった。しかし私は何と言ってその場を離れたのかよく覚えていない。その後私は熱を出してしまい、二日ほど会社を休んだ。鏡の向こう。これは私が小学校三年生の時、合同キャンプで体験した話。私が通っていた小学校は、三年生の七月に合同キャンプが開催され、それが終わってから夏休みに入るという予定になっており、キャンプとは言ってもテントを張ってとかいう本格的なものではなく、バンガローを何部屋か借りて二泊する程度でした。そこで飯盒でご飯を炊いて、カレーを作ったり、バーベキューをしたりと楽しむのです。私が泊まったバンガローには、なぜか大きな姿見の鏡がありました。不思議なことに、私たちがいるバンガローにのみそれは設置してあり、他の友人が宿泊しているバンガローにはありませんでした。一日目、晩ご飯も終わって、皆バンガローで休むことになりました。しかし私は夜中に目が覚めてトイレに行きたくなりました。トイレは外にあったため、バンガローから出てから帰ってくると、誰かの視線を感じます。誰か起きているのかなと思って見てみても、友達は一人も起きていません。気のせいかなと寝ようとした瞬間、はっと気がつきました。視線は鏡の方から感じるんです。恐る恐る鏡を見てみると、そこには知らない女性が映っていました。部屋の中にはいないのに、鏡には映っているんです。恐怖のあまり、私は叫びました。すると、寝ていた全員が起きて、どうしたの？と聞いてきたので、私は、そこの鏡に女がいた、と訴えました。全員で鏡やら、部屋の中やらを探しましたが、女性の姿はなく、私が寝ぼけて見間違えたんじゃないかという話になりました。しかし私は一睡もできませんでした。翌朝になって私は先生に昨晩のことを話しました。ですが先生は私の話は信じてくれず、相手にしてくれませんでした。そして二日目も終わりとなり、私は鏡の近くでは眠りたくなかったんで、一番遠くの場所で眠りたいとわがままを言って、みんななんとか納得してくれました。寝てからどのくらい経ったのでしょうか。私たちは鏡から一番近い位置で寝ていたクラスメートの A の叫び声で全員飛び起きました。
何事かと見てみると、そこには信じられない光景が繰り広げられていました。A は私が昨晩見た鏡の女性に足をつかまれ、鏡の中へと引きずり込まれようとしているんです。予想だにしない出来事に、一瞬誰も身動きを取れません。しかし、A の叫び声を聞いた男子たちが、A を引っ張ろうとしたんですけど、力及ばず、A はあっという間に、鏡の向こう側へと行ってしまいました。私たちは、恐怖から動けず、鏡から遠い位置に固まって、震えながら泣いていました。男子の数人は、走って先生を呼びに行きました。先生と男子が戻ってきて、A はどこにいる?と聞いてきたので、鏡を指さします。鏡の中には、泣いている A の姿と、その横で不気味に笑う女が映っていました。半ばパニック状態で、私たちは急いでその場を立ち去りました。先生は私たちをバスへと誘導し、そのまま家に帰らせました。後から聞いた話によると、残った先生とキャンプ場の管理人たちで話し合いがされたそうです。一つのバンガローにだけあった大きな鏡は一体何なのか。そして、鏡の中にいる女性は何者で、引きずり込まれた A を助け出す方法はないのか。しかしいくら問いただしても、管理人は姿見の鏡などは見たことがないし、今までそんな話は聞いたこともない、そんな返事しか返ってこなかったんです。問題の鏡は、大人たちが再びバンガローに戻ってみると、跡形もなく消えていたのだとか。結局 A は、キャンプ中のオリエンテーションで行方不明になったことになり、警察が出て捜査をされましたが、20年が経った今でも発見されていません。先生たちも責任を取らされたんだと思います。いきなり担任が変わるという修羅場もありました。あの鏡とそこに映っていた女性は何だったのでしょうか。守りのお面。あれは3年前、俺が大学4年生の頃。結構早く内定が出たから遊び回っていたんだよね。彼女とか友達と毎晩遊んでいたんだけど、ある時なんだかみんなと予定が合わない日が続いていたんだよ。まあ暇になったってこと。で、もうすぐ夏休みだったし、久しぶりにじいちゃんに会いに行こうと思って、母方の田舎に行ったんだ。これがすごい山奥なんだよね。どこかは捨てるけど、とにかく田舎。全然街灯とかもないわけ。そこに一人で行ったんだよ。電車に2時間半くらい乗ってさ。じいちゃんの家に着いたのはもう夜だったな。で、話が変わって申し訳ないんだけど、じいちゃんの家すごく古くてさ、なんかよくわからないものがたくさんあるんだ。その中で特別おかしいやつがあってさ、能面みたいなやつなんだよね。すごい古いものらしいんだけど、こいつがオカルトなわけ。壁にかけて飾ってあるんだけど、そいつが夜になると一人で浮いて
家中を徘徊したりするらしいんだよ。そんな話をお袋から聞いて育ったから、じいちゃん家に行くたび、最近は動いたって聞いているんだ。この時もじいちゃん家で夕飯を食べながら聞いたんだ。あのお面ってさ、まだ動くのって。じいちゃんはお面のある部屋で寝ていないからわからないって言ってた。でもお面の話をするといつも言われてしまうんだけど、あのお面は家の守り神なんだから怖がるものではないって、その時も言ってた。だけど俺はなんとなく怖いのと興味があるので半分半分くらい。でも田舎で暇だし、刺激を求めてしまったんだ。俺その晩、お面の部屋で寝ることにしたんだ。じいちゃんは笑って、いいよって言っていたし、どうせ何も起こらないだろうなって余裕こいていた。あれが良かったんだか悪かったんだか、今でもよくわからない。まあとにかく、しばらくは携帯をいじったりしながら、お面を見張っていたわけ。でも、夕飯を食いすぎたのか、お腹が痛くなってきてさ、トイレに行ったんだ。家は古いけど、トイレは普通に洋式で、普段はあまり怖いって感じじゃないんだけど、お面のことを考えていたし、時間も深夜2時くらいだったから、ちょっとビビっていたんだ。用が済んで立ち上がろうとしたら、トイレのドアがカタカタ揺れ始めてさ、どんどんそのカタカタが大きくなってきた。で、カタカタと一緒にコツコツとノックみたいな音も混じり出して、一瞬でわかった。ああ、お面が来たんだって。すごく寒気がして、怖くてじいちゃんを呼ぼうと思ったんだけど、喉がガラガラでなぜか声が出ない。しかも変な匂いがし始めて、草とか土を濃くした匂いみたいな。草刈り機とかで雑草を刈ると変な匂いがするでしょ。あれのもっと邪悪な匂い。とにかく臭いんだよ。便座に座って、心の中で、ごめんなさい、ごめんなさいって祈り続けたよ。何を謝っているのかはわからないけど、とにかく許してもらおうと思って。で、こんな怖い時に不思議なんだけど、トイレまだ流せていないのを思い出して、とりあえず流そうと思って、便座から立って、トイレの方を向いた。そしたら、体が固まった。じいちゃんの家のトイレは、トイレのタンク側に小さい窓があるんだけど、そこから変な女が上半身を出して、トイレに乗り込んできているんだ。そんな人が通れるほど大きい小窓じゃないんだ。あからさまに幽霊だよ。ショートカットの女で、顔が真っ白なんだけど、笑っても泣いても怒ってもいないんだ。真顔、そのままちょっとずつ俺の方に寄ってくる。トイレのドアは相変わらずカタカタ言っていたけど、そんなのもう怖くなくなって、だって女の方が怖かった。なめくじくらいのスピードだけど近くに寄ってきているんだ。で、トイレのドアを開けて速攻逃げ出した。ドアを開けたらやっぱりお面が浮いていた。怖かったんだけど、後ろから迫ってきている女よりはマシだから、トイレから出て、そっちに向かったわけ。
そうしたらお面も俺の方に動いてきて、しかもすごいスピードでヒュンって動いて、俺の顔にお面がくっついたんだよ。ちょうどお面をかぶるみたいに。そこでついに気絶してしまった。気絶をする瞬間は今でもよく覚えている。顔からお面を外したいって、怖いって思いながら倒れたんだ。次の日、廊下で倒れている俺をじいちゃんが発見して、女とお面のことを話したんだ。そうしたら当たり前だけど、じいちゃんも驚いて、すごい心配もしてくれた。お面のことには興味がないみたいで、女のことばかり聞いてきた。どんな顔だったとか、何を着ていたとか。正直、そんなのよく覚えていなくて。でも、なんか草とか土みたいな匂いがして、たまたま振り返ったらいたって言ったんだ。そうしたら、じいちゃんなんだか神妙な顔をして、トイレには行くな。行きたくなったら庭にしろ。これからじいちゃんは、ヨネちゃんを連れてくるからって。ヨネちゃんというのは、近所に住んでいるばあさんで、どこかの神社の娘だったらしくて、霊感とか、そういう能力があるって言われている。でも、じいちゃんが家を出て行ったら、俺は一人になってしまう。それは怖いから、俺もついていくって言ったんだ。そしたらじいちゃんが、表さんから離れたらダメだって、そう言って、俺は家で留守番することになって。じいちゃんが出て行ってめちゃくちゃ怖いから、テレビの音量を大きくして待っていたんだ。そうしたら意外とすぐ帰ってきたんだ。5分くらいかな。本当にすぐだった。ヨネちゃんが、大丈夫かって来て、ヨネちゃんにも昨日の夜の話を全部話したんだ。ヨネちゃんは、そうかい、怖かったねって言って、俺は、真面目に聞いてくれているのかな、こっちは本当に幽霊を見たんだ。こっちは霊感なんか持て余してるわけじゃないんだからって心の中で悪態をついたよ。はっきり言ってこの時はヨネちゃんのことをいい人だとは思ったけど信用していなくて。でもとにかく人といられるならそれでいいやと思って。でもじいちゃんとヨネちゃんはなんだか真剣に話し合っていて、表さんがどうにかしてくれりゃいいんだけどな。もしかすっと縁結ばなきゃいけないかもしんねえな。こんな感じだったと思う。話が終わってヨネちゃんが机にお面を立てた。そこらにあるブックスタンドで。それで、まるまるちゃんも一緒に表さんに助けてもらえるようにお祈りをしようって言うんだよ。ヨネちゃんはなんだかごにょごにょ呪文を唱え始めたわけ。俺は呪文はわからないから、とりあえずお面に向かって手を合わせ、心の中で、助けてください、助けてくださいって祈ってたよ。10分くらい祈ったかな。お面がカタカタ揺れ始めて、怖くて目を閉じられなくなって、お面のことを凝視していたんだ。すると、あの草みたいな匂いがし始めて、しかも昨日よりも遥かに強く匂ってきて、昨日のことが頭の中でフラッシュバックして、
で、何かがいる気配がして、部屋の隅を見たら、やっぱりいたんだ、あの女が。昨日は上半身しか見えなかったんだけど、今日は全体が見えていて、白い和服を着ていて、手を前にして立っているんだ。で、顔なしみたいなポーズで、両手で大事そうに、赤い毛糸みたいなものを持っている。怖くて、うわーって叫んだら、じいちゃんが、大丈夫だ、大丈夫だって、俺の背中をさすってくれた。ヨネちゃんにもじいちゃんにも、女のことは見えているみたいで、ヨネちゃんは呪文の声を大きくするし、じいちゃんは、俺と女の間に座って、俺のことを隠してくれた。でも女は、その場で立ったままだった。昨日みたいに近寄ってきたりはしない。しばらく怖いけど、我慢して祈っていたら、今度は畳をペタペタ歩く音が聞こえた。女は立ったままで動いてはいないから、違うやつなんだよね。周りを見渡したら、なんだか茶色い赤ちゃんみたいなのがハイハイしている。こいつがだんだん俺に近づいてきた。しかもどうやらこいつからあの匂いが放たれているみたいなんだよね。すごく怖くてもう気絶したいって思った。そしたらヨネちゃんがじいちゃんに、こりゃ、縁結ばなきゃ危ないねって言ってさ。じいちゃんは、もう少しなんとかならないかって言うんだけど、ヨネちゃんが首を振った。じいちゃんは、なんだか悲しそうな顔をして、机の上のお面を取って、俺に、表さんをつけろ。守り神なんだから。丸々を守ってくれるよって。もう何が何だかわからないから、すぐお面をかぶったよ。茶色の赤ちゃんが、俺の方に向かってきているし。そしたら、部屋の隅に立っていた女が、周りをキョロキョロしだした。で、部屋中を、うろうろ歩き始めて、俺のことを探しているっぽいんだ。俺の顔を覗き込んだりして、首をかしげたりしていた。心臓が止まるかと思った。で、しばらく諦めたのか、キヤーみたいに叫んで消えたんだ。気がついたら赤ちゃんもいなくなっていた。結局その後、俺は気絶してしまって、起きたらもう夕方だった。ヨネちゃんはもう帰っていた。じいちゃんは俺が起きたら、すぐすき焼きを作ってくれた。それで、申し訳なさそうに話した。まるまる、今日からじいちゃんと一緒に住もう。これを言われたとき、あんまり、どうしてって思わなかったんだ。じいちゃんは、必死に頑張ってくれたのが分かったし、それに、朝家から出るなって言われたとき、なんとなく分かっていた。実はな、まるまるは、おつるさんに疲れてしまったんだ。ごめんな。じいちゃんが守ってやれなくて。でも、表さんがお前を守ってくれているから、安心してくれ。それでもな、表さんが守ってくれるのは、この家のものだけなんだ。だからな、お前は今日から、ここで住まなきゃならん。ごめんな。
じいちゃんは泣きながら、俺に頭を下げたよ。それで結局、俺はここで住むことにしたんだ。それしかなかったから。お面は、この家に属するものなら守ってくれるらしくて、ちょっと外に出たり、外泊をしても大丈夫らしい。というか大丈夫だった。で、今は、じいちゃんの後を継いで農家をやっている。あの女の幽霊に関しては、じいちゃんから話を聞いた。あいつは、おつるさんって言うらしくて、俺のご先祖様が婚約していた女の人らしい。だけど、なぜかはわからないんだけど、おつるさんの家が村八分になっちゃったらしいんだよね。婚約をした後に。だから婚約を破棄して、ご先祖様は違う人と結婚したらしいんだけど、おつるさんやっぱり悲しんでさ、自殺してしまったらしいんだ。崖から飛び降りて。何がいけないって。それだけでもいけないのに、お腹に子供がいたらしいんだ。それでご先祖様とか、周りの村人は哀れに思って、おつるさんの家を村八部から解いたらしいんだけど、それでもやっぱり、おつるさんにはすごい恨みがあったみたいで、時折、俺の家系の男子につくんだって。昔はそれでみんな亡くなってしまったんだけど、旅の僧侶だかなんだかに相談したら、例のお面をくれた。それからは、そのお面が家を守ってくれていると。詳しいことは、じいちゃんもわからないみたいだった。で、ヨネちゃんがやっていたのは、お面に頼んで、おつるさんを慰めてもらおうとしたんだって。これがうまくいく場合と、いかない場合があって、うまくいけば、ここの土地に拘束されず、おつるさんの恐怖からも解放される。うまくいかなかった場合は、この家で、お面に常に守ってもらいながら暮らすしかない。俺はこのパターン。ここで暮らすのは、最初は嫌だったんだけど、今はなかなか楽しい。回線は遅いけど、ネットもあるし。あれからおつるさんも、見ていないからね。多分どこかにいるんだろうけど、俺もあっちもお互いに認識ができないんだと思う。